ドラマには音楽がある。音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー。ドラマってムジカ。冬にこれだけ春や夏が待ち遠しくなるのに、その逆はなぜないんだろう。もちろん夏に冬を待ち焦がれる人もいるんだろうけど、あまり聞かない。歌の歌詞なんかにも、冬を耐え忍べば必ず春はやってくるといった比喩はよく見かけるけれど、反対は聞かない。そういう俺も早く春がやってこないかと思っている。もしもーし、寝てた？ううん、起きてたよ。元気そうだな。まあね、私冬生まれだからか、冬は元気なんだ。夏は苦手だけど。ああ、そうだったな。俺と真逆だね。俺は冬はどうも調子が上がらないから。だけど、大丈夫？うん。冬眠したい気分。凍っちゃわないでよ。大丈夫。メグの声聞いてたら少し溶けてきたから。よしよし。でも東京も寒いんでしょ？風とか気をつけてよ。ああ、とてつもなく寒いわ。なんつうかさ、寒すぎて骨が痛い。何それ？ない？骨が痛い寒さって。ないない。暖房もっと効かせた方がいいよそれ。ああ、エアコン古いからマックスでも寒いんだよこの部屋は。じゃあ布団にくるまってた方がいいよ。まあな。それよかメグ、次はいつ東京に来れる？ちょっとまだわからない。あー、来週末は？来週末は無理だって言ったでしょ。土日のイベントの手伝いがあるの。あー、そっか。ごめんね、なかなか行けなくて。予定見えたらすぐ連絡するからさ。あー。タケト、寂しいの？いや、全然。そう、ならいいけど。寂しいなんて言えるわけないだろう。夢を叶えるために地元離れたのはこっちなんだからさ。別にそんなのは関係ないじゃん。そうかな。そんな気持ちを認めたら俺負けだと思うんだ。成功するまでは地元に戻らないって決心して東京に来た以上はさ。そうね、タケトがそう思うのなら私は何も言わない。うん。でも、私を含めて、こっちにはタケトのことを心から応援している人が何人もいるってことは忘れないでね。ああ。それは本当にありがたいことだと思ってるよ。私もなるべくタケトのところに会いに行けるようにするから。ああ。あ、でも、無理はしないでいいから。メグだって仕事忙しいんだからさ。うん、大丈夫。いつか一人前になって俺そっち戻るからさ。それまで待っててほしい。待ってるよタケト。でもおばあちゃんになる前にしてね。メグ、遅くに悪かったな。ありがとう。じゃあ切るよ。うん、また連絡する。じゃあね。おやすみ。おやすみ。東京の冬が寒くて、そのことをメグに伝えようと手紙を書いた。でも夕べ遅くに電話で話したことを全部書き写してるみたいでやめた。夢の形をこの街のどこかに見つけ出して、まだまだ遠い春へ誓いを立てるように俺は祈った。